ティーゲームの決定版、おなじみマリオパーティーがゲームキューブに登場。ハラハラドキドキのミニゲームは新作いっぱい60種類以上。勝っても負けても恨みっこなし。家族で仲間でみんな一緒に盛り上がろう。マリオパーティー4。ゲームキューブだけで味わえる新しい恐怖、スターズの新米隊員レベッカと元海兵隊員の殺人犯ビリー、パートナーザッピングで2人を操り恐怖に挑む。戦う理由はただ一つ、生き延びるため。バイオハザードゼロ。最強の超人は誰だ。筋肉万太郎たち、ニュージェネレーションが時空を超え、若き日の筋肉すぐるたち、レジェンドが集う伝説のリングに参戦だ。運命のゴングが鳴った。マッスルコラボレーション。あのド迫力の必殺技はもちろんのこと、エディットによる超人募集や金消しも完全復活。ゆで卵先生完全監修、夢の超人タッグバトル、ここに完成。マッスルドキング。筋肉マン2世、ニュージェネレーション VS レジェンド。掘り進むビーカちゃん。
beautiful moves and techniques. Say no! Zoom in! That flourish from your heroic gut instincts. Max speed! Exploit it for good deeds and save this world. Joe wanders into the world of the movies and gallantly fights evil to rescue Sylvia. No! You're pretty strong. And that move, the one you did back there, beautiful. Tell me, what do they call you? I'm Joe. Beautiful Joe. Not bad, huh? ファミコンで好評を博したゼルダの伝説神々のトライフォースがリニューアルしてゲームボーイアドバンスに登場。さらに4人で遊べるゼルダの伝説の新作4つの剣、時には協力、時には競争、4人のリンクで謎を解く全く新しい冒険。ゼルダの伝説神々のトライフォース&4つの剣。その日、町は僕の知っている町ではなくなった。それは僕が作った剣と魔法の世界。大ヒットシミュレーション RPG が完全新作としてゲームボーイアドバンスにこの冬登場。舞台はセントイバリースという田舎町。物語はファンタジーの世界に導かれる。ファイナルファンタジータクティクスアドバンス。